はい、どうも皆様おはようございます。本日もですね、蒲田を歩いておりますということでですね、今日は羽田空港に向かいたいと思います。はい、ただいまですね、羽田空港第2ターミナルの方に到着いたしました。でちょっと今の時間がですね、ちょうど7時ちょい過ぎなんですけども、本日のフライトの時間がですね9時45分なんで、まだまだね時間がね多少あるので、朝飯食べてから上のね出発ロビーの方にね向かいたいと思います。せいろそばの方をね食べたいと思います。はい、ただいまね朝ごはんの方完了してまいりました。それじゃあね、今から出発ロビーの方に向かいたいと思います。いただいまで制限エリアの方に入ってまいりました。今日はねサテライトというのもちょっとバス移動なので、少しね早めに入ったんですけども、今日はねなんか全般的にそんなにね混んでる感じしないですね。よいしょ、ありがとうございます。はい、ただいまでサテライトターミナルの方に到着いたしました。はい、じゃあねグループに開始になりましたので、私この順番に乗りたいと思います。それでは行ってきたいと思います。はい、ただいま着席いたしました。本日の機材はエアバスの A321 でございます。忘れ物のないよう今一度お確かめください。はい、ただいまね秋田空港到着いたしました。じゃ今からねバスに乗りまして、秋田市内の方にね入りたいと思います。秋田駅に到着いたしました。ただいまの時刻が11時54分ですね。まあ、ちょうど、まあ、想定通りの時間に着いたかなと思っております。そして今日のホテルがですね、あちらで見えておりますでしょうか、ホテルメトロポリタンというところなんですけど、はい、ただいまの秋田市に来てから1食目のご飯終わりました。はい、2軒目はこちらお寿司行きたいと思います。ですね、秋田来て2回目のランチ完了しました。おー、ここにあったのか市場。最初ねここにね来ようかなと思ったんですけどね、来ればよかったな。耳でゆとりがあるかないかって言われるとね、まだちょっと食べれるっちゃ食べるんですけどね、よくもと考えるとねちょっとセーブしておきたいんだよねってところはね。後ろの方の市場でね、今日朝からやると何食目だ、4食目ですかね、ご飯を食べさせていただきました。いや寿司2回か、今日はね贅沢だね、すごく。昼ね食べ過ぎちゃったんで、あんまりねまだお腹空いてないんですけど、秋田空港の方に、ね、到着いたしました。バスね結構混んでましたね、やっぱり。まあ満席じゃなかったんですけども、まあそこそこね。稲庭うどんを食って秋田でのご飯ね締めさせていただきました。はい、ただいまね制限エリアの方に入ってまいりました。いただきます。
着席いたしました。本日の機材はエアバスの S321 でございます。ただいま羽田空港第一ターミナルの方に到着いたしました。今日はねどこに行くかと言いますと、四国は高知県高知市の方にまず向かいたいと思っております。なんか言うほどなんか混んでないですね。なんかはい、ただいま制限エリアの方に入ってまいりました。本日の搭乗口は4番搭乗口1番端でございますので、一旦ねそちらの方にね向かいたいと思います。もう大丈夫ですか。ありがとうございます。やばい、初めての一番乗りだ。これはこれでなんか気分いいですね。ダイヤモンドの人毎回こんなんだんだ、いいな。しかもね今日クロスジェット来たもんなんで、今日はね幸先がいいですね、すごく。ただいまで着席いたしました。本日の機材はボイング737-800でございます。本日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして誠にありがとうございます。ただいまで高知空港に到着いたしました。高知駅、はい、高知の駅行きます、はい。じゃあこれかもしれないですね。ちょっと見てみましょうか。アサリの炊き込み定食、うまそうだな。ただいまねチェックアウトしてまいりました。いや今日はね本当に、ね、見ての通りの快晴でございます。ただいまね、高知空港の方に到着いたしました。そうだね、まだ時間は早いんですけども、今日はね、16時40分発の伊丹行きかな、もう全日空機とちょっとぶつかりそうなので、ちょっと早めに入っていきたいと思います。この便は日本航空
996便、ハワイアン航空、カタール航空とのコードシェア便でございます。しっかり